はい、どうもサブトラです。ね、今日野球界にねとっても悲しいニュースが入ってきましたというか、野村克也さんが、亡くなられたっていうニュースが入ってきたんですけど、ほんまにね辛いというか悲しいというかね、やっぱり僕が野球始めた年の監督、阪神の監督といったら野村克也さんやったし、野村克也さんが育てた、大事に大事にね育てた選手っていうのが花開いて星野監督のもと優勝したっていうのもあるしね、まあ阪神在籍、阪神にね、おった3年間っていうのはね、野村さん、3年連続最下位っていう悔しい、結果に終わってましたけど、その選手が花を開いて、野村さんが育てた選手が花開いて星野監督の下で優勝してるから2003年にね、やっぱり、2001年まで最下位だったチームがね、まあたまたまやと思うで、星野監督になってね2002年4位になって2003年1位、この寛大階段を踏んでいったってことで、ね、ほんまたまたまやと思うし、野村監督の教えが生きてこその、ほんまに優勝に導いていって優勝に駆け上がっていったって思ってるし、いやほんまにね、一番評価されへん部分やと思うね、最下位ってね一番評価されへん部分やと思うけど、僕はそういうところも評価してるというか、野村さんの教えがあったからこその優勝やと全然思ってるんでね、野村チルドレンっていうのはね大活躍して優勝しましたし、そういう思い出深い監督やなっていうのもあるしね、その後ねまあいろいろその夫人のね、サッチーさんね、野村幸男さんのことがあったりとかして阪神の監督をね、退任というか辞任というかね、辞めるっていう形になったわけですけども、なったわけですけども、そっからね、何年後かかな、何年後かしてね、シダックスの社会人野球のシダックスの監督をやられて、そっからね、東北楽天ゴールデンイーグルスのね、監督をやられてね、そこでは球団初の2位っていうか CS 進出ね、決めて、やっぱ野村さんってやっぱすごい監督やねんなと思ったし、あとはね1年目のね高卒ルーキーのね1年目の田中将大投手、マー君をね、しっかりと、投げさせてマー君を成長させたって意味でもね、やっぱね野村さんはその印象にはあんま残らん監督かもしれない。そういう意味ではその優勝が多いとか、まあもちろんヤクルト時代はね、僕生まれた直後ぐらいかな、野球する前から分かんないですけど、野村 ID 野球って言われてね、優勝にヤクルトを導いて、何回もヤクルトの黄金期っていうのをね、作られた方ですけども、やっぱりその印象に残る監督ってよりやっぱ育てる監督、次にバトンを渡す監督っていうイメージなのかな、そういう役割をあえてされてた方なんかなっていうか、話があったら絶対全うするというかね、いや監督をやりたいみたいな、そういう方なんかなっていうか、影のヒーローっていうかね、まあ僕ら野球知ってる人からしたら野村さんは、ね、影のヒーローじゃなくて表のヒーローやって思う方は結構多いかもしらんけど、やっぱ野球知らん人からしたら影のヒーローなんかなっていうのが野村さんっていう存在で、いやほんまに、でぼやきっていうのがね有名でね、ぼやきが結構有名でね、もうこれは説明しにくいねんけど、やっぱ野球その野村監督ぼやきってね、多分 YouTube とかでも打たれたら、多分打ってもらえたらね、検索してくれたら出てくると思うんですけど、いやぼやきがまたおもろいんですよね。野球知ってる人からしたら特にね、ぼやきがおもろくて、その野球ファンをね楽しませていただいたっていう印象が強くてですね、そういうイメージがあるというか、まだまだその野村さんのねぼやきを聞きたかったなみたいな思いがたくさんあってね、ほんまに悲しいです。めっちゃ悲しい、とにかく悲しいとか、ね、もうちょっとノムさんとね、ノムさんをテレビで見たかったなっていうか、っていう思いがあって、できることならねもう一度監督やってほしいなと思ってた方なんでね、ほんまに残念に思います。めっちゃ残念やなっていうか、思いますね。まあノムさんといえばね、選手時代はねほんますごい方でね、いろんな記録を持たれてる方で、戦後初の三冠王ってことでね、まあ、三冠王分からへん人のために説明すると、野球ってのは打率ってのがあるんですよ。例えばね、10回打席に立って 3回打ったら、打率3割、10回中3回打ったよってなったら3割ってね、そういう感じでね打率ってのがあるんですけど、三冠王っていうのは打撃、バッティングね、バッティング主要3部門のタイトルであって、その打率、そしてホームラン、まあ、分かりやすいですね、これホームラン何本打ったかなっていう、
あとちなみに大まざっぱに言うと、セ・リーグ、パ・リーグとあるんですよ。セントラルリーグ、パシフィックリーグで、野村選手の時は、野村克也選手の時は、南海ホークスっていうチームにいたんで、パシフィックリーグなんですよ。南海ホークスっていうのは今のソフトバンクホークスの前身、前の球団って感じなんですけど、そのチームにいてて、南海ホークスにいててね、パシフィックリーグに所属したわけですけど、パシフィックリーグの打率1位、パシフィックリーグの本塁打1位、そして打点1位って言うんですよ。打点っていうのはランナーが1人自分が打ってか、まあ、打ってます、スクイズもそうなんやけど、まあ、自分のこう、まあこ、打ったりスクイズしたりした、ことによって、まあ、犠牲フライもあるね。犠牲フライっていうのはタッチアップって言うねんけど、フライ上がって、まあ、帰ってくる、三塁ランナー帰ってくるとかね、そのタッチアップって言うねんけど、全部込みでランナーが1人帰ってきたら打点1、2人帰ってきたらランナーが2人帰ってきたら打点2、3人帰ってきたら打点3で、まあ、満塁ホームランやったら打点4みたいなね、そういうのがあるんですけど、まあ、だから打率、ホームラン、打点で全部1位ってことが三冠王っていうんやけど、まあ、過去にね、三冠王を獲得した選手ってのも全然おらんくて、平成以降っていうのは、ダイエーホークスのね、松永選手がね、獲得してから、ダイエーってソフトバンクかな、どっちか忘れたんですけど、そ当時、結構昔なんですよね、多分ダイエーだったのかな、ダイエーのね、松永信彦選手が達成した以来、もうずっと達成されてない記録なんで、ほんまにね、いかに難しいかっていうのがね、あるんですよ。2002年の松井秀喜選手っていうのはね、結構惜しかったんですけど、ホームラン、打点が1位やって、惜しくもね、中日ドラゴンズの現阪神タイガースの、福留孝介選手から打率でちょっとだけ上に行ってね、松井選手2位やって、ちょっと惜しかったんですけど、三冠王ってそれぐらい難しいんですよね。それをね、戦後初の三冠王ってことでね、野村克也さんが獲得されたんですけど、しかもそのエピソードってのがあってね、南海ホークスに入団するときもね、テスト入団で、クビになるところをね、クビになるぐらいやったら俺は死ぬ言うて、電車に飛び込む言うて、なんとか残してくれ言うてね、そこで、まあ、首の皮一枚でね、繋がったわけなんですけど、そっからね、野村克也選手のね、才能が一気に開花して、そっから、まあ、監督とかになっていったわけやから、そのね、球団関係者が野村さんを残したっていうのも一つの転機やと思うし、やっぱテスト入団でも成功したらしいからね、遠投だけ肩弱かったから、キャッチャーにもかかわらず肩悪かったから、遠投だけ野村ちょっと前もっと前出ろ言うて線あったけど、その線を越えて投げてなんとか合格したみたいな、なんかそういう逸話もあったりとかね。いや、ほんまに努力の人やと思うし、まあ、野村さんのことを語ればね、長くなるというか、やっぱり、いや、この言ったらプロ野球約90年間の中でね、ノムさんが残した功績っていうのはかなりでかいですし、今後ね、プロ野球100年、200年ってね、成長、発展をともに、発展していくわけやと思うんですけども、やっぱりね、ノムさんが残した功績っていうのはね、将来ね、絶対、語り継がれることやと思うんで、ましてやね、ノムさんなんてね、120歳になってもぼやいてるやろうなと思ってた方やったからね、いや、ほんまに人生って、いつ何時ね、何が起こるか分からへんと思うから、皆さんもね、ほんまに、こんな言ったら、あれやねんけど、もういつ死んでもいいっていうか、いつ死ぬか分からへんからこそ、なんか毎日毎日をね、無駄にせずね、大事に生きていってほしいなっていうふうに思うんでね、僕もね、結構、今日無駄にしてもだなと思うこともあるんですけど、そういう日をね、一日でも多くなくしていって、今日も一日頑張った、一日充実した、一日楽しかったってね、思えるような人生をね、毎日毎日ね、送っていきたいなというふうに思います。ほんまに、いや、ノムさんがね、育てられた方っていうのがね、ほんまに、プロの第一線で活躍してる選手ね、ほんまに多いですし、ましてはマー君なんてね、今、ニューヨークヤンキース、アメリカ最高峰の、ね、舞台、メジャーリーガーとしてね、活躍してますし、阪神の矢野監督、監督にまでなられましたしね、それこそ野村チルドレンっていうのはね、もうかなり、阪神のな、首脳陣の中でも多いですしね、やっぱり。そういう意味でもね、野茂さんが残した功績っていうのはね、かなりでかいんじゃないかなってほんまに思いますし、やっぱりパ・リーグを盛り上げてくれた方っていうかね、やっぱ当時っていうのはね、野茂さんが現役当時っていうのは、巨人、巨人、巨人、
巨人、大鵬、目玉焼きって言われた時代ですよ。巨人か大鵬か目玉焼き、大鵬って、まあ、お相撲さんですよ。昭和の大横綱、大鵬、大鵬関っていうのもね、だから強いもんがね、巨人、大鵬、目玉焼きってね、目玉焼き美味しいやんって話やねんけど、という言われたぐらい、巨人が人気あってね、でパ・リーグ、実力のパ、人気の背って言われたぐらい、パ・リーグっていうのはほんまに人気がなかった。セ・パ交流戦以降ぐらいからかな、ちょっと根強くなってきたというか、パ・リーグもね、今こそ、球場満員やったりするわけやけど、昔っていうのはほんまにね、ガラガラの球場にね、やったわけやけど、そのパ・リーグをね、ずっと盛り上げてきたのが野村克也選手だと思うし、野茂さんが残した功績ってのはね、ほんまにものすごいものがあると思うから、いや、ほんまにね、偉大な方やったなっていうふうに思いました。それとね、愛妻家で知られる野村克也さんでしたけどね、いや、ほんまに、だから、なんて言ったらいいのな、そのプライベートの面もね、人として、男としても、なんか憧れる存在というか、いや、僕もね、その、なんて言ったらいいのな、おじいちゃん、おばあちゃんになっても、そういう夫婦関係でね、ありたいなっていうか、そういうふうな気持ちにさせてくれたっていうかね、やっぱそういう存在かな、って思います。まあ、話だいぶね、脱線してしまったところもあってね、申し訳ないんですけど、そんな感じですね。本当に心よりね、野村克也さんのね、ご冥福をお祈りします。って感じで、そういう感じでね、今日の動画は、以上で終わりたいと思います。ありがとうございました。